こんばんは、相馬龍です。新旧2つのブログの応援ありがとうございます。新しいブログも今の人数がちょうどいい、そんな感じで楽しくやっております。楽しくやることがですね、ブログを長続きさせる秘訣だと私はそう思ってます。苦しかったり、それから追い詰められてるなんていう感情で、ブログをやってると、そのうちアップができなくなるんじゃないかなと。ただ1週間に1回、1日おき週に2回と、それぞれマイペースを守ってやれば、ブログはなかなかいいんじゃないのかなと思っております。半年で辞める男がですね、昨年も続いちゃったっていうのはちょっと笑っちゃいますが、続いちゃってます。一つは、いろんなことができる。 DJ もできるし、動画もできる、小説も発表できる、詩も書けること、写真をグラフィックにアレンジしたり、絵を招いたり、そんないろんなことができる。それが秋という、その何て言うかな、一番、自分にとって怖い存在を忘れさせてくれる。これがダメならあれなんていう感じでですね、いろいろと、自分に対して飽きのこない、そんなその状態が続いてますんで、楽しいです。旧ブログは長編小説「今相馬一族の秘密」をアップしております。一人でも読みに来てくれる人がいれば、この古いブログも存続の価値があるかなと、そう思って一生懸命やっております。どうか応援してください。今日は月曜日です。そして水曜日は9月1日です。なんかまだまだ暑いですが、ビールの飲みすぎ、コーラの飲みすぎ、ウーロン茶の飲みすぎ、注意してください。そういうことで、こちらの方もですね、DJ 相馬、元祖 DJ 相馬の、記事アップとさせていただきます。コメント欄は自由に書いてください。つけておきます。よろしく。ハワイ。